ッツスウィーティー。はい、ということでシュガーハートレボリューションにハマりまくってる豆と申します。滅びのゆりかご実況プレイ続きからやっていきたいと思います。ということで前回はエンジェリカお姉ちゃんから、エンジェリカお姉ちゃんが部屋から出てこなくって、ミクリお姉ちゃんはなんか体調悪そうで、その逆でメギママは体調がすこぶる、体調も機嫌もすこぶる良さそうな感じだったんですが、この箱庭はどうなっていってるんでしょうかね。ということでエンジェリカお姉様の部屋を覗いていきたいと思います。いやめっちゃ怖いんだけど、A ルートではちょっとメギママがめっちゃ怪しい感じになってますが、どうなんでしょうかね。見ていきましょう。まだ開かない、まだね、違う、開かない、まだ眠っているのかなと。お姉ちゃん、あ、ミクリちゃんじゃん。そうだよね、なんか腹を割って話せるって言ってましたもんね、エンジェリカは。はい、一番この中では仲がいいんだろうね、ミクリちゃんとエンジェリカちゃんが。ボタロ、どうだエンジェリカは。まだだよ、開いてるとか。でも実はん、ああ鍵はかかってるんだ。内側から鍵がかかっているな。おいエンジェリカ大丈夫か。嫌に静かだな。静かだね。寝てるのかな。静かだね、同意しとこうかな。怖いよ開けるのが。少し様子を見るか。心配だ、早く出てきてくれるといいが。マスターキー的な何かはないのかな。メギママが全部管理してるか。メギママが全部管理してるからねえ、出たり入ったりできるんじゃねえのとか、ちょっとねもうほんと疑いすぎですよね。はい、いやメギママ疑いたくない、疑いたくない、そんなことない、ホタルお茶物ママだもん。はい、わーでも食堂にモヤモヤがついてる。メギママじゃん完全に。あ、ツナちゃんどうしたの。あ、そういえばさ、メギママにさ、なんだっけ、なんだっけ、なんかケーキのレシピを探してこい、探してきてってなんか前回言われたんですよね。あ、でもここにはないのか。ツナちゃんが持ってるのかな。話しかけましょうか、とりあえずは。ツナちゃんに、未来の嫁ツナタン。お、ねえねえホタロー、タイニュースだよ。ツナね、ツナね、ついにエンジンルームの鍵見つけちゃった。どこで見つけたのツナちゃん。これで入れるよ。どんなところだろうね。後でエンジンルームの前で交流しよう。途中でメギお姉ちゃんのお部屋があるから見つからないように気をつけてね。あ、話しかけられる。輪っかが出てきた。メギお姉ちゃんに見つかった時はどうするでござるか。作戦会議ですね。何その口調、かわいいな、忍者か。ミクリが呼んでたって言えば解決であります、ホタロー隊長。かわいい。ロリとショタの作戦会議たまらんですね。ねえねえ、このアイデア良くない、ツナ天才、褒めて褒めて。よしよし、モフモフしたくなりますね。ホタロー隊員、準備はバッチリでありますか。ツナ隊長は準備万端であります。早くエンジンルームに突入するのじゃ。メギお姉ちゃんに見つからないことよろしく頼むぞ。はい。エンジンルームどんなところだろう。ワクワクするねホタロー。ツナの好奇心はもう誰にも止められないのであった。いて。早く行こうよ、早く早く。はい、すっごくワクワクしてますね、ツナちゃん。テンション上がってますね。エンジンルームの前で合流しようと。はい、まあ、見つかったらミクリに呼ばれたと言えばいいんですね。ミクリちゃんもなんかそういうの合わせてくれそうですもんね。はい、じゃあ行きますか。もやもや出てる。はい、動けない。完全にツナちゃんが言ってたらフラグ立ったじゃないですか。あら、ホタロー、どうしたの？ミクリさんにですね。
私たちの部屋の方に来るなんて珍しいわね。いやでも結構ここ出入りしてますよ。みくりが呼んでたよ。みくりが話があるって。みくりが呼んでたよ。まあどっちも同じっぽいですよね。え、みくりが何の用かしら。呼びに来てくれてありがとう、ホタロ。動けない。よし、じゃあ今のうちに行くであります。でもこっちに先に。シュチ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 ュキリロルキリロル。いや、ちょっと聞いていこうかな、話を。盗み聞きと、こんな近くで。ミクリ、私に何か用？ホタロが呼んでたって教えてくれたけど。慌ててミクリお願い。何のことだ。え、違うの？もうホタロったら、私を騙したのね。おい待て、ちょうどよかったよ。話そう、話、そう話があるんだよ。ほら、やっぱミクリ合わせてくれると思った。優しいもん。ミクリが私に話なんて珍しいわね。何かしら。特に何もないんだが。ごめんねミクリ、こんな役回りさして。あ、わかった。もしかしてシフォンケーキのレシピを見つけてくれたのかしら。あれ、それともミクリに貸したんだっけ。今使いたいのよ、返してちょうだい。ああ、そうだったか。悪いな。何をやっているホタロは。後で叱られるこれは。もう目の前にいますけどね、ホタロは。はい。ごめんね、本当にミクリちゃん。じゃあエンジンルームに向かいたいと思います。ツナタン、はよはよ。はい。ホタロ、準備はいい？まだ心の準備が。いつでもオッケーと。それじゃあ突入じゃ。噛んだし。しまんね。はい。何があるんだろうね。あ、何あの機械、真ん中の。え、絶対なんか実験してっしょ。見て見て、ホタロ、すっごい機械がいっぱいあるよ。歩ける？歩けるわけじゃないね。んモニターとかもなんかめっちゃあるね。監視されてんの？これそれぞれの部屋じゃないのかなとか一瞬思ったんだけど。こんなところがあったなんて、すっごいすっごい。メカメカしてる、キラキラだ、かっこいい。ちょっといろいろ見てみよう、とホタロ。お、キラキラしてる。これ触ったら次の日に行っちゃうの？はい、まあとりあえず会話イベント見ていきましょう。ご機嫌だね、かわいい。今日はでも喉の調子がよろしくなくて、ツナタンごめんよ。ホタロ、今のツナたち、すっごく悪いことしてるって感じだね。メギお姉ちゃんには内緒だよ。はい、テンション上がってるね。ねえねえ、この機械って、機械ってやつ、一体誰が作ったんだろうね。ツナもっといろんなことが知りたいよ。エンゼリカお姉ちゃんに言ったら教えてくれないかな。あ、でも言ったらここに入ったことがバレちゃうね。エンジェリカお姉ちゃんはでも、いやどうだろうね。何に使うのかな、この機械。え、ベルトコンベアっていうの？動くのかな？ちょっとホタロ乗ってみてよ、面白そう。おもちゃにされてる。これ読んだっけ？あ、読みましたね。はい。で、これは？ねえねえ、ホタロ、誰もここはお掃除しないのかな。あ、確かに言われてみればボロボロ。なんだかちょっとホコリっぽいね。カビカビになってるのかな。ツナ病気になっちゃったらどうしよう。まだ死にたくないよ。大丈夫だよツナタン。はい。すっごいすっごい、かっこいい。機械ってすごいね、キラキラだね。ちょっとぐらいいじっても怒られないよね。
スがいっぱい遊びたい。大丈夫かな、ここら辺ちょっと気になるんだけど。ん？モニターにはシェルターマザーコンピューターと表示されている。これはもしかしてメギの本体？メギの本体？まさかシェルターってなんだろう、この白い箱の名前なのかな、それともこのただこの箱庭のセキュリティ的なあれなのかな、何なんだろうね。透明な球体の中にメカメカしたものが入っていると。この白い箱の心臓なのかなと。あーそういうことね、この白い箱ですね、ゆりかごと、通称ゆりかごと勝手に命名しちゃった。たくさんボタンがついてる、よくわからない端末ばかりだ。触って壊したら大変だ、いじらないようにしなきゃとな。はい、っていうことで、まあ、ここら辺まだ見れるかな。大きなモニターに英数字がたくさん映し出されていると。僕には読めそうにないと。つなたん、そっち調べたいの。同じですね、数字がたくさん映し出されている。これもじゃあ緊急用のスイッチみたいだ、いじらない方が良さそうだ。いやー、押すな押すなと言われるとちょっと押したくなりますよね。ベルトコンベアだ、急に動き出したりしないよね。何のためのベルトコンベアなんだろう。まさかさ、今までちょっとお亡くなりになった人たちをここに乗せて下に運んだりしてないっすよね。はい、まあとりあえずツナちゃんそこ調べたいんです。ちょっといいですか、ちなみに出ようとしたら、あ、出られないわ。ツナちゃん、ありがとうありがとう。よし、調べました。ん？監視カメラかな。はい、食堂、栽培室、シャワールームに、みんなの部屋など全ての部屋がモニターに映し出されている。そうだ、ゼリカの様子を見てみよう。今日は姿を一度も見ていないから心配だ。そうか、ここで見られるんだ。エンゼリカの部屋はビニールのようなものが散乱し、茶色いものがたくさんへばりついてるように見える。遠目なのでよく見えないけど、エンゼリカが部屋にいなさそうなのはわかる。だとしたらエンゼリカは今どこに。やだ怖い、これ押したくない。キャーっと、あ、ツナちゃん、う、落ちる、助けて助けて、ホタロー、ツナちゃん、ツナちゃん、あ、ちょ大興奮しすぎて USB 触っちゃった。ホタロー、どうしようどうしよう。ミクリ呼んでくる、ミクリ呼んでくる。ツナの手をつかみ精一杯引き上げようとすると、ずっしりと両手にツナの体重がかかってきた。そっか、ツナちゃんよりでもホタロウちゃんの方が年下なんだよね。多分引き上げられないよね。すごく重たい。やだ、一緒に落ちちゃおう。とてもじゃないが僕の力だけでは引き上げることができそうにない。手がちぎれそうだ。でもこの手を離すわけにはいかない、ツナの命がかかってるんだ。え、どうするの。ホタロウ、もういいよ、手離して。そんなことできるわけない、嫌だよ。いや、無理無理無理、未来の嫁なんだもん。ダメ、このままじゃホタロウまで一緒に落ちちゃうよ。それでもツナね、ホタロウがこうして助けてくれようとしてくれただけでね、とっても嬉しかったんだ。ツナはホタロウといっぱい遊べて楽しかったんだ。みんなと一緒にここで毎日暮らせて嬉しかったよ。本当に本当にツナは生まれてきてよかったな。ありがとう、ホタロウ。え、やだ。嫁。もちろん話さないよ。当たり前、バーロー。話すなんて選択肢はないさ。はい、話さない。一緒に落ちるんだろうな、でもこうしたら。
本望です。未来の嫁と一緒に死ねるならそれはそれで。ホタロあ怖い今めっちゃズボッとした。ちょっと何の騒ぎ？どうしてエンジンルームが開いてるの？お姉ちゃん。わあ、でも助けられた。どういうことか説明しなさい。どうして二人ともここにいるの？ごめんなさい、お姉ちゃん。ツナがキー盗んだの。いつも同じことばっかりじゃつまらないから、ホタロウと冒険してみたかったんだ。ごめんなさい、ツナ悪くないんだ。未来の嫁なんで構います。ここはかっこいい男らしいところを見せたいです。ここは危ない場所よ。今回のことで分かったでしょ。私はあなたたちに意地悪でここに入っちゃいけないって言ってるわけじゃないの。あなたたちに危ない目に遭ってほしくないの。ただそれだけなのよ。だからもうこんなことは絶対にしないでね。二人とも約束してくれる？うん、迷惑かけてごめんね、お姉ちゃん。約束するよ。とありがとう。約束よ。はあ、ちょっとこれ手離したらどうなるのか気になるの。それから僕たちはママの言うことを聞いていい子に暮らした。白い箱の中で平穏な生活は続いていく。退屈で平和でちっぽけな世界でも小さな幸せをかみしめて、いつまでも。やがてママも僕もみんな年を取った頃、小さな幸せはいつしかみんなにとって大きな幸せとなる。僕とツナの間には新しい命が生まれた。本当に結婚なさったのでございますね。え、じゃあ夢の世界じゃないのかな。あー大きな幸せこれからは僕とみんなで見守っていこうと。いや、ママもミクリも若いな不老不死だよ。はい、いつまでも美しい白い世界でこの滅びゆく、新たなゆりかご。でもバッドエンドそうですね、真相は分からぬまま、エンジェリカはどこに行ったのか、茶色いものは何だったのか一番ハッピーに思えるけどバッドエンド。優しいゆりかご、これからもみんな箱の中で小さな幸せしか分からず生きていくって感じなんですね。はい、なるほどな。はい、はい、クリアパスワードにボー、ありがとうございます。じゃあ手を離した方が真相がわかるんですかね。未来の嫁いなくなっちゃうんですね。じゃあこのままちょっと手を離すところからやっていきたいと思います。はい、ということでここの選択肢まで戻ってきました。もうさっきのエンドがさ、もう本当私の中で一番いいエンドだったからさ、もうホタロウくんとツナちゃんがね、新しい命を紡いでいて素敵な世界になったと思ったんですけど、ちょっと続き見ていくのすごく心が苦しい。だって話したらツナちゃん絶対お亡くなりになるじゃん。ごめんね、ツナちゃん。ごめんね、ツナちゃん。なんかしょっちゅうツナちゃんに謝ってる気がする、私。おー、つらい。あー、落ちちゃった。おー。一緒に追おう。後追いしよう。
砂は闇の底へ、暗闇の底へ落ちていった。僕は綱の体温がまだ手に残っていることを感じながら、ただぼーっと暗闇を見つめているだけだった。ママ、ママミーヤ、エンジンルーム開いてるの。大太郎、なんでここにいるの？まさか綱が落ちました。ねえ穂太郎、私が何を言おうとしているかわかるわね。エンジンルームに入っちゃいけないって前にも言ったわよね。危ないから入っちゃダメよって。だから鍵をかけておいたのに、どうして？みんなにはママが伝えておくから、ホタロはもう部屋に戻りなさい。でも、僕のせいだ。え、察したの？右ママ、ツナちゃんが。落ちたこと。いいの。だから。お待たせ、ホタロ。晩ご飯持ってきたわよ。お腹すいたでしょ？いっぱい食べてね。ママ怒ってる？怒らないの？怒らないのってしたいんだけど、ママって言いたい。怒ってるわよ。だってママとの約束、守れなかったでしょ？でもね、仕方のないこともあるの。もう後悔したって。どうにもならないもの。今日は早く寝るのよ。いいわね。はい、ママ。おやすみ、おだろ。なんで？でもママ、ツナちゃんがいなくなっちゃったんだよ。ツナちゃんが。ちょっと待って、ママ。どうしよう、今回ここで終わっとこうかな。いや、もう。さっきのバッドエンドのままちょっと終わっとけばよかった。悲しい、めっちゃ。悲しい。右ママが右おばあちゃんになったところで終わっとけばよかった。めっちゃ苦しいんだけど、まあとりあえず今回はここで終わっときたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。